日本国の国家元首の弟である、日立の宮のみ親王とモナコ広国の国家元首である、アルベール二世公日本とモナコの関係では、日本国とモナコ広国の二国間関係について述べる。1九十四年に開園した、モナコ日本庭園モナコを訪問した、日立の宮のみ親王、さひ親王妃花子とアルベール二世公日本と、モナコは、長きにわたって、 友好関係を維持しているにもかかわらず、2000年代に入るまで国交が結ばれていなかったという異例の二国間関係である。国交が結ばれなかった要因としては、フランスとモナコが結んでいたフッツも保護友好条約が挙げられる。1918年に締結されたフッツも保護友好条約によれば、モナコが他国と外交関係を結ぶ際には、フランスの事前同意が必要とされていた。 この条約などにより、モナコはフランスの保護下に置かれており、国家試験に制限が課せられた状態であるとみなされていた。このような背景から、日本はモナコと正式な国交を結ばない状態が長らく続いていた。ただ、国交は結ばれていなかったものの、特に両国が対立していたわけではなく、長きにわたって友好関係が維持されていた。ともに、 立憲君主制の国家であり、日本の皇室とモナコの皇室との信仰も深かった。国交の有無にかかわらず、要人の往来なども頻繁に行われてきた。例えば、日本の皇族である、日立宮正人親王と、正人親王妃花子は、礼にへ三政校の葬儀に参列するなど、複数回にわたって、モナコを訪問していた。また、モナコの皇族である、 アルベール構成氏は日本で開催された長野オリンピックに出席するなど複数回にわたって日本を訪問していた。2005年になるとフッツも保護友好条約に変わって新たにフッツも友好協力条約が発行された。それに伴いモナコが外交関係を結ぶ際にフランスの事前同意が不要となりモナコが独自に外交を展開できるようになった。 これを受け、日本とモナコとの間で国交を結ぶ機運が高まった。2006年、安倍政権とプルースト政権の下で、日本とモナコは国交を結ぶことになった。国交解説により、モナコでは、日本中殺特命全権大使が任命されたが、日本には赴任せず、通常は本国に駐留している。在日本大使館は、日本国内には未だ開設されていないが、 国交開設以前より在東共鳴予総領事館が設置されていた。なお、モナコが在東共鳴予総領事に三菱商事社長の小林県を任命したことから、モナコの在東共鳴予総領事館は東京都千代田区の三菱商事ビルディングに設置されている。また、日本でもモナコ中殺特命全権大使が任命されることになったが、フランス中殺特命全権大使が 剣割することになっている。そのため、在モナコ大使館は置かれておらず、在フランス大使館が剣割している。なお、2006年時点で、日本が国家承認していた国々のうち、国交を結んでいなかった国はモナコのみであった。2007年4月、アルベール2世以降が日本を訪問した。国交開設後のモナコの国家元首としての訪問は、これが初めてとなった。 また、同年7月には、外務大臣政務官の馬場緑がモナコを訪問した。国交開設後の日本の政府交換としての訪問は、これが初めてとなった。モナコから日本への輸出規模は、2013年時点で年間3億円に達している。そのうち7割以上を、エッセンシャルオイル、化粧品類が占めており、重要な輸出産品として位置づけられている。 その他主要な品目としては、化学工学機器が1割ほどを占めており、以下、通信機器、果実、衣類、豆腐属品などが続いている。一方、日本からモナコへの輸出規模は、同じく2013年時点で、年間およそ1億円となっている。最も多い品目は、繊維品であるが、これは全体の2%にも満たない。その他主要な品目としては、 楽器があるが、これも2%に満たず、以下、プラスチック製品、二輪自動車、金属製品、といった極めて足したような品目が、少量ずつ続いている。モナコ日本庭園と散策する入園者モナコ、日本庭園の石庭2010年7月13日、京都、東京、侍から漫画まで、開会式に出席した、アルベールに成功、日立の宮正人信号。 マサヒトシンノウヒ、国際原子力機関事務局長、天野ノユら要人たちモナコ国民にとって身近な日本文化としては、特に日本庭園が挙げられる。モナコには本格的な日本庭園として、モナコ日本庭園が開設されており、国民に広く親しまれている。これは、モナコ皇室のグレース皇妃が日本文化に強い関心を持っており、モナコに 日本庭園を造園したいと希望していたためである。その希望が叶うまま、グレースコーヒーは自動車事故で亡くなったが、レーニエサンセイコーへ賛成校はコーヒーを忍んで庭園の造園に着手した。日本の職人数名に、モナコの現地スタッフ50名が加わり、4年がかりの工事を経て1994年に開園した。造園には7億円近い拒否が投じられ、茶室、 石庭滝なども備えた地線回遊式の庭園となった。なお、ヨーロッパに本格的な日本庭園が作られたのは史上初めてである。モナコの領土はわずかに平方キロメートル程度であるが、そのうちモナコ日本庭園には8000平方メートルが割り当てられている。この広大な庭園はヨーロッパ最大級の日本庭園とされる。一方、近年のモナコにおいては、 日本の伝統的な文化にとどまらず、サブカルチャーなど様々な分野にも関心が向けられている。2010年には、グリマルディフォーラムで、京都、東京、侍から漫画までと題した日本展が開催され、日本の歴史から漫画などサブカルチャーに至るまで、様々な日本文化が大々的に紹介された。開会式には、 モナコの国家元首であるアルベールに成功の隣席を仰ぐとともに、日本からも、日立宮正人信王や正人信王妃、花子など皇族らが列席した。また、2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震により、東日本大震災が引き起こされると、モナコからも日本に対する支援が行われた。 フランスが民間防衛部隊の派遣を決定すると、その部隊にモナコ国民も加わり、被災地での救援活動に共同で従事した。また、モナコ国内では国民から見舞いの所管などが届くとともに、モナコ、日本協会などを中心に多数のチャリティー活動が行われ、多額の義援金が日本に送られている。モナコ国内に在留する日本人は、 2014年時点で182名である。ありがとうございます。